玄関入ってで、ここがリビングで、ここは台所。うちから出てここを見ると本当にもう何十年も見た。橋は綺麗なグリーンとかブルーでペンキを塗られてた橋だから、でそれが外に出るとすぐ見える。でそれがない、今あっちにある、流されて。東京の赤坂でラボでプリントを作ってた、大きいプリント。そこで地震があって、でも仕事を続けた。それで夜東京の自宅に帰って、まあその間ずっと電話とか しようと思ってたんだけど、こっちにね。でも全然通じないから、だからもう出かけるしかないと思って、3日目くらいにオートバイで東京を出発して、でも福島の問題がもうあったから、だから日本海の方に出て、で山形まで行ったら雪がどんどん降ってきて、でオートバイでそれ以上行けなくなって、山形の酒田に3日間くらいいた。だから東京出て5日目くらいにここに着いた。それでその時はもう母が亡くなってるっていうのを知ってたから、だからここに残った姉と一緒に遺体の確認をして、その後3月の末に火葬ができるまで、この川のうんと上流の親戚のところに姉と2人で。ここで生まれてここで育った、うん、僕の名義です。この土地は畠山直哉の土地。そんな高いもんじゃないけど。でここで何かをまたこれから建てようと思ってるんですか。それは今話し合いで、多分まあ話し合いの最中ですけど、市の方としてはここら辺には何も建てないで、山の方をまあ住宅地を作って、そこにみんなで移ろうという話がある。それからこのエリアにはもう誰も今のところ住みたいという人がいない。僕も何も考えてないですね。うちを建てようなんて全然思ってない。はい、こっち見てください。1,2,3 はい、ショックは大きかったけど、写真を撮ることはそれほど難しいことじゃない。シャッターを切ることはそんなに難しいことじゃない。だってもしカメラがあったら誰だってそうでしょ。今だったら iPhone でも何でもいいけど、構えてこうやって
最初に撮った写真は母の棺桶だね。棺桶を買いに行った。でその棺桶を車に積んでるシーンを1枚撮った。それが最初の写真。その時はどうして写真を撮った、考えないままで。ただでもこれまあ記憶としては棺桶を積んでるってのはつまり自分で棺桶を買いに来なくちゃいけないっていうのはひどい状況だと思った。自分でお店に行って棺桶をください、棺桶を買って車に積む、それはひどいことだ、うん、こんなひどいことがあるかと思って写真を撮った。はい、どうもありがとうございました。